3月16日、清中学校で閉校式が行われました。この日参加したのは、清中学校小川正輝校長をはじめとした歴代の校長先生や、有福哲司坂出市長、清中自治会会長を務められた皆さんなどです。式辞に立った小川校長は、周りを思いやる温かい環境の中過ごせた清中学校での思い出は忘れることができません。この思いは皆さんにもある思いだと思いますと挨拶がありました。有福市長ら来賓挨拶の後、清中学校の77年の歴史を振り返る動画が上映され、参加者は懐かしさを感じながら、ここで過ごした思い出に浸っていました。いよいよ清中学校の校旗が坂出市に返納されます。清中学校最後の卒業生、新宅夢さんと椿名浩輝さんの手より校旗が外され、小川校長から77年の歴史が詰まった校旗は坂出市へ返納されました。閉校式記念事業実行委員会委員長の中西浩二さんは、閉校式を迎え、今は清中学校への感謝と最後まで見届けられた達成感があります。私は今日改めて卒業するような気持ちですと涙ながらに感謝の言葉を述べました。感謝の気持ちと最後まで見届けることができたという達成感があります。77年間、この場所で地元の皆さんと共に多くの子どもたちを見守ってきた学び屋は、感謝の思いに包まれながら、その役目に幕を下ろしました。